阪神国道線。国道線は、かつて、大阪市の野田駅から、神戸市の東神戸駅までを結んでいた阪神、電気鉄道運営の路面電車。同じく、阪神電気鉄道が運営した、甲子園線、甲子園線、上甲子園浜甲子園間、他に、浜甲子園中津浜、中津の浜間と、歴史的に連動し、講義では、同線もしばしば北大阪線も含めて、 同線と称したので、甲子園線についてもここで述べる。阪神間を結ぶ日本初の都市間高速鉄道、インターアーバンとして、阪神本線を1905年に開業した阪神、電鉄は、大正末期の阪神国道、現、国道2号建設計画に伴い、道道路上を他社の軌道が走ることへの予防措置として、自らの手で国道上に軌道を運営することにした。 1925年に子会社の阪神国道電機を設立特管工事で1927年に野田東神戸間 26.0km を開業。1928年には阪神本社が阪神国道電機を九州合併し直営の国道線とした。戦時中には沿線の工場への通勤客を中心に利用客が増加した。 戦争末期には沿線周辺が爆撃によって被災したが車両の損失は免れた。1950年代には沿線の人口増加や阪神工場地帯の発展により最盛期を迎えたが、1960年代前半には早くもモータリゼーションの影響をこむり、標低速度低下とそれに伴う乗客減に悩まされるととも、 沿線の天が崎市や西宮市などからは、国道線撤去の要請が出されるようになった。1969年には、西灘から東、神戸までの区間が廃止され、1970年代になると、利用客の少ない上甲子園より、西側区間の運転本数を1時間に1本程度にまで減便する合理化を実施したが、 結局同区間は1974年に廃止された。この時点で残る区間についても日中は48分おきの運行に厳便されたが、1975年5月、甲子園線及び同じく軌道線だった北大阪線と共に姿を消した。国道線開通のちょうど1年前、1926年、阪神が開発した 郊外住宅地である甲子園への足として、まず甲子園浜甲子園が開業。1927年に国道線が開通。この時点では、車両は甲子園駅の連絡線を使って本線から入線していた。続く国道線直営化を受けて、1928年6月に上甲子園まで延長。国道線と連絡した。続く1930年。 浜甲子園からさらに海岸部の中津浜までを専用軌道で延長した。この区間は未成の今津れ屋敷線の先行開業区間であり、太平洋戦争末期に休止となり、戦後も復活することなく後に廃止された。当初は阪神本線の後に国道線の支線としての役割を担い、また戦後に浜甲子園団地が開発され、 団地を走る軌道との個性を見せていた。廃止直前の昭和40年代後半には、国道線の西半分の運転間隔は48分間隔と、もはや大都市近郊の鉄道としては、末期症状の様相を呈していたが、甲子園線は12分間隔で運転されるなど、乗客数も比較多く、団地住民の足としての役割を果たしていた。しかし、国道線の廃止により、 浜田車庫への出入庫ができなくなるために廃線の方針が出された。当然ながら住民からの廃止反対の声が上がったものの、結局は1975年、昭和50年5月の国道線全廃と共に廃線となった。国道線との直通は海水浴シーズンにわずかに行われたのみで普段はなく、基本は上行支援以南の折り返し運転だった。 廃線後に河川柱の撤去が進み、甲子園駅東改札口の横のものが最後の一本となっていたが、駅改良工事のため2015年3月に撤去された。甲子園球場周辺の歩道には河川柱の基礎部分のみ数箇所残っている。廃線後、浜甲子園駅については立ち入り禁止とされながらも、 1980年代前半まで、河川が撤去された程度で、駅舎、プラットホーム、線路がそのまま残されていた。駅跡は現在、観光バス用臨時駐車場の一部となっており、基本的に甲子園球場でのイベント、プロ野球、高校野球開催日のみ開放されている。特に春夏の高校野球開催期間中は、各室乗降の応援バスが現地にて多数待機。 している姿が見られる。同駅の線路跡部分についてはしばらく立ち入り禁止とされ、線路跡もうっすらと確認できたものの、現在はアスファルトで埋められており、駐車場使用時に通路として開放されることがある。そして、廃線跡の道路である、甲子園筋と国道四十三号は、立体交差、国道の本線が上をまたぐとなっており、国道の高架橋には河川を吊るすための金具が、 残されている。また、線中に救出された、中津浜延伸部分も、西宮市と阪神電鉄との間で、整備費用負担割合の相違があったため、先送りされ続け、本線廃止後の1980年代に入っても、アスファルト舗装されない未放送道路として残っており、1990年、初頭に舗装工事が完了した際に、新聞記事になるほどであった。 国道線は一本の軌道路線としては日本最長の路線だった。野田東、神戸間で約2時間を要するため、投資で乗る人はまずおらず、阪神本線の補完的路線であった。ただし、国道2号が国鉄、東海道本線よりを走っていたためか、両端部の野田、西灘と甲子園線、線甲子園を除いて、本線との連絡は良くなかった。 国道線東端の野田では、北、大阪線と接続していたが、直通運転は設定されていなかった。大阪市電とは、阪神本線を隔てており、つながっていなかった。一方、脇浜町、現在の阪神バス、瓶場停留所付近、阪神本線岩屋駅南側にあった、国道線西端の東神戸では、1935年に、 延長してきた神戸市電の東部国道線と連絡しており、神戸市電の電停名は脇町、レールもつながっていたが、直通は花電車など記念列車的なものに限られていた。なお、ここが阪神国道線の生誕となりかつ、神戸市電と線路がつながっていたのは、1927年の開業当時は、ここが神戸市の境だったことが関係している。ここより、 東側が神戸市に編入されたのは2年後の1929年で、その後に神戸市電と接続したことになるが、その後も神戸市電の阪神国道線への乗り入れ及び、阪神国道線電車の神戸市中心部への乗り入れは、定期列車に関しては特に行われていなかったようで、ある。プラットホーム設置は野田、乗車ホームのみ、甲子園、浜甲子園、 および路線短縮後の西灘の4駅のみで、それ以外の電停には安全地帯もなく、路上から直接乗降するようになっていた。そのため、停車中は、車掌が赤旗を車外に掲出して、電車の脇を自動車が通行しないようにしていた。戦前は安全地帯が各停留所にあったが、道路を臨時の滑走路としての使用を考えた軍部の妖精二次戦時中に撤去されたまま、 復活しなかったとされる。車庫と工場は、浜田にあった。浜田車庫は、阪神バス車庫のほか、阪神タイガース2軍用の浜田球場に転用された。また、野田には留置線があり、北大阪専用の車両が留置されていた。ホームや留置線後は、バスターミナルや阪神電鉄本社が入る、ビスタ、1992年完成の用地となった。現在、国道線、 甲子園線のルートは、ほぼ、阪神バスが引き継いで走っている。系統は、大阪ローカル線、野田阪神前から、阪神クイセ駅北浜田車庫阪神甲子園。ただし、西宮市内の国道を外れた区間の経路が、電車とは異なる、天ヶ崎芦屋線、西宮神戸線、阪神天ヶ崎阪神芦屋、阪神西宮三宮,三宮駅神戸税赤線などに分断されている。 ただ、大阪ローカル線は1997年の JR 東西線開業などの影響で、利用客が減少したこともあって、運行回数が2000年代以降大きく減便され、現在でも15から20分ごとで運行する、天ヶ崎西宮神戸間とは、明暗が分かれている。バス停留所も多くは、国道線の停留所名を引き継いでいたが、北、今津や港南学園前など、 阪神バス分社化などの影響もあり、解明されたものも多い。1990年代に入って、国道二号線の改修工事及び共同工、設置工事が行われた際、中央分離帯付近のアスファルトを剥がしたその下から、レールが出現した。懐かしさから話題となり、新聞にも取り上げられたが、共同工が設置された区間ではレールが撤去されている。ノーウィッキー。 ノーウィッキー印は、解消を経た駅名。野田中海老江のお里、二島橋から見手倉らし松下サモンドの橋から、北区伊勢東長州大物北口、県立天ヶ崎高等学校前天ヶ崎、玉江橋から、東南波南波西南波浜田社小前引く東、大島西大島向こう大橋から上高支援、河原吉門北今松西宮駅前、西宮札橋寺西宮恵比寿、 西宮西口森区山内出足屋駅前、足屋川、森市場前引く森から、工事田中高南学園前名田高等、学校前住吉駅前中見影上石屋、徳井淡田六甲口、大石川から、西名田から、東神戸、上甲子園、甲子園三番町、甲子園、5番町、甲子園、甲子園八番町、阪神パーク前、競林城前引く、 甲子園9番長浜甲子園高砂中津浜。塗図色はベージュと小豆色の2色塗りであった。車両では側面窓がボディの半分以上に及ぶ姿から金魚鉢と親しまれた71系、91系、201系の3形式が有名。車両の特徴として、車体に乗降用ステップの切り欠きがなく、ドアと連動した折りたたみ式のステップ。 ホールディングステップ、ホールデンステップとも、現在では、福井鉄道の200型などに例があるを採用していたこと、トロリーポールから置き換えられた、終電装置が、ワイゲルと呼ばれる独特な形状のビューゲルであった、ことなどが挙げられる。71系のうち71号と74号が、甘が市内の公園に、生態保存されている。車内は集会場や物置となり、周囲には、 金網があるものの、簡単ながら屋根もかけられており、保存状態は比較的良い。塗装の塗り直しなども時折行われている。ただし現在の塗装は現役時代のものより薄い色合いとなっている。このほか、79号が伊丹市の園芸店にて保存されていたが、2005年に店舗が移転したため有志によって、滋賀県内に移設、整備の上保存されている。 また、かつては、甲子園阪神パークにも、1K27 号、表記は、1となっていたと 200K215 号が保存されて、いたが、いずれもパークの閉鎖より、前、1991年頃に、撤去されている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。